まあまあ明るくなってきたしね。鳥見山に向かうぞ。確かに何もないですね。駅前なんだから今は糖分が欲しいんだよって感じの。どん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 やって余計なことになる。正面に見えてんのがあれでしたっけ、登る山じゃないのかな。綺麗だな、公園。これは良い。結構駐車場が広いローソンがありますね。このまままっすぐ、あれかな、あの出町柳の方に行って、団地の東方をぐるっと回るみたいな。山自然公園入り口。方角は合ってますね。向かいだけか。綺麗な形してるしね。どう可能性が。見ると登ってみたくなる。綺麗な形。ちょっともや。これは写真で。これがもっと濃かったらすごい綺麗でしょうね。条件とかもね、ちょっと田舎の方行ったら結構いい雰囲気ある。種に近い、はい、この鳥の鳴き声が聞こえる。鳥見山ですか。鳥見山、鳥見山公園と車こっちですか。じゃあ行きますか。あ、すすきがまだ残ってる。あの鎧兜の帰りに見たやつ。あったかくなってきた。すぐあったかくなった。なんでしょうこれ。右側でいいですね。鳥見山公園。意外と足元がちょっとハード。よっ。長谷寺のはちょっと調べた。なあ。なかなか良い感じ。なあ。夏来たら相当美味しそうだね。相当ね。考えたくないな。夏来るのは。来ない。山火事中。ほんまやな。さあ。展望のポイントでどれだけ見えるか。そうですね。8時ぐらいには展望のポイントに来たいけど。あと1時間ぐらい。うん。いい感じだな。だいぶ火が上がってきた。車道逃げた。あと公園まで 0.3 キロ。鳥山公園。鳥山。まあ。上がってるし大丈夫だと思うな、うん、間違ってないと思う。階段で行く感じ。階段でいいと思うけど、28分の電話だ、うん、誰や電話多分意識しなかったら多分2人の方が早いんじゃないかな。いやいやリズリ落ちてくる。あ、開けた。ポテトが見えたらいいんですけど。お、これはすごい。お、良さそう。おお。これがあの例の写真でいうともう一体がもやなんだろうね。そういうことですよね。南の山々。もういい感じ。ちょっともやがかかって。稲村見えてるらしいんだけど。どれが？あの平たい。平たいの山頂が高い。山頂が高い。1時間ぐらい早かったら違ってましたけど。ような気もするけどな。1時間早かったら隣で来ないと無理ですよ。前乗りしないと無理。こうなんか広々ですよね。終わりかけとはいえ綺麗ですね。うん、
鳥見山と富の祭りの庭。へえ、これややこしいことするね。富の祭りの庭で、祭りの庭を富の山の中に建てて。もう結局どっちでもいいんじゃないですかねって。多分オリジナルは富なんだろうな。富なんでしょうね、うん、オリジナルは富で、これは次は紅葉のピークにぜひとも来たい場所です。池、あ、池だ。こっちから回り込むから、うん、綺麗だね。あ、これいい、見晴らし台の方に。綺麗です。すごい色味、不思議ですな、紅葉って。あ、これいい、これいい。これは画像で見ても綺麗そう。これこのペースで歩いて長谷寺までたどり着けるのか。ああ植林してるね。すごいな。うわあ、すごい。本当進めないですね。今回は残念ですが、良い景色ですよ。展望台へ参ります。おお。ね、ちょっとやっぱ、あ、本当だ。この辺あたりだけはちょっとだけある。この辺のハイバル。雨が出ないようにね。うん、雨上がりの、あの翌日やったらね。なるほど、ね。確率高い。なるほど。なるほど。大台ヶ原があのあたりか。三条。見えてないんちゃうかな。見えてないのか。こうしてみると。二条山の上の方の色づきもよく見えるな。クマいるかな。クマ、あれクマかな。細いよね。細い。犬説濃厚なんですけど、私的には。一本では十分楽しめる山じゃない。そうですね、うんうん。面白い。こういう山さ、これこう六甲山みたいなこのところってもうとんでもない距離なんだよね。ほぼ誰もいない。朝早いっていうのも、ね、うん。はい、下ってる。一瞬でこんなもんだよな。富山、富見山。マンダラ。なかなか大行な三角形。トントントン。到着。トレーニングはちょっと、うん、あのトレーニングを超えて。トレーニングではない。僕のレベルではトレーニングではない。あれは違う。獣臭はしてないです。そしたら、あれイノシシだったんですかね。ああ、匂いなし。鹿は匂いなし。ああ、だったらめっちゃ綺麗。綺麗だな。初瀬ダム。でなかなか綺麗になったので。出てきたらお手洗いありました。やっぱあるんですね。なんか地図上になかったから。こっち降りてきました。ここは登山口。もうちょっと下って。ちょっと標識を探しながらにはなるんですけど、そうですよね、やりすぎましたよね、あれは。これだ。あ、あった？セダムって書いてある。おお、これだこれだ。ハセじゃない。ハセダム。ハセや。衝撃的。こっちから来たんだよね。そうですね。こっちから来て、あっち登って、ハセダムだった。びっくりしました。いいやみたいな感じで聞かせたけど、やっぱり技術の方から、うん、なんかダメじゃん、駆逐されてきてる。あ、この辺はまだ生きてる。これが僕が外来種が嫌いな理由ですとか。え、でもこれだって種飛ぶからまた駆逐されるんじゃないの、ここら辺。だろうね。辛い。まあ春ぐらいまではなかなか難しいじゃないか。かつて考えたらモロドウが、モロドウはちょっと行くの大変だけど。これ。ああ、長谷寺、合ってますね。山は行ってないよね。山は行ってない。今だったらちょっと気になってたと思う。回しとこう。意外とすぐに。じゃあ。
これこっちか。これぐるっと回っていくようなイメージだったけど合ってんのかな。よっ、鳴き声かな。でも今聞こえないですよね。動物の鳴き声みたいに聞こえたんだけど、断続的に音してないよね。でもそのガサガサ音がないから。おらん今のところ。イノシシなんじゃないと思うんだけど、2、30メートルの圏内だったと思う。とりあえず抜けてしまいましょう。離れましょうか。ああ注意しながらか。ちょっと焦った。そうですね、なんかいたはずだよ ね。雲がすごい。多分そんなにすごいんだ。大丈夫。セミの抜け殻ちょっとほっこりした。なんか人間も空飛べたらいいのに。本当ですね、でも5分でも飛べたら滑落してもなんとかなる。そうね、お疲れ。矢印だっけ。ああ、変わろうか、先頭。うん、多分僕よりも回ってるはずだ。なるほど。ハセダム、 あと3キロ。ハセダムって言っちゃった。あ、アップにしたらわかる。高塚城市だったっけ、これ。ちょっとだけ見えてる。古文書によると高塚城だそうです。あ、クモ。マクイノシキ以外なら最悪高塚城。だから多分この辺は多分この辺の下のとか多分必要なかった。うん、大丈夫そう。なんかコロコロ雰囲気変わる。さっきまでなんかゴロゴロの岩。ちょっと杉以外の木だね。なんか土っぽい道が出てきた。さっきまで石畳の急坂みたいなのが続いて結構緊張した。これまっすぐかな。まあまっすぐですね。ハセダムまで 2.3。 あれ高塚城市だな、ここだと。こちら城市なんだ。まあ意味一緒だけど、せやねん。そうですね、だから合わせてくれたらええのになって。まあもう雲の巣大丈夫っすよ。雲大丈夫じゃん。これで来たらこの後は多分さすがに。これだったらもうそういう道に出えへんわ多分。この距離を張るって言ったら確かに、ね、人里に降りてきましたよ。あ、東海自然歩道って書いてある。こっちね。ダムだ。これでもう熊の記憶がない。こうずっと続いてるんではないかなと。お手洗いがあります。ブランコもある。公民館っぽいですね。多分道なり。神社か。何神社なんだろう。公園とかの公園なんてじゃない。こんな雰囲気になるし綺麗だなこれ。カエデの絨毯。綺麗。そうですね。個人前。あの木立派だね。さすが神社の木だけは立派だ。すごい。でもこの木切り倒したら困る鳥がたくさんいるだろうな。そうですね。あたりが。55% 出てる。55。ゆっくり行ってるし。ハセダム、こっちですね。多分最終的にぐるっと合流するような感じかもしれない。回り込んでいいのかな。そういう感じですね。このiPhone ちゃんの最大高かったけどね。スマホって言いながら別にそんな泣き泣きじゃない。
久々の開通式と。これどれぐらいお湯入れるんでしたっけ？違いはないと思ってた。いただきます。これも今捨てるっていう判断してる時点で全然違ったわ。ちゃんさーっと流れてます。ここ桜井市ダムの上を歩きます。温泉マークあるんだけど。温泉気になるね、うん、便所がダムのところにあります。結構歩いてきたな。長谷ダム山、うん、道あるかな。なんかあるように見えるんだけど両方に、うん、あ、回り込めるのかな。ルート的には、うん、1.7 キロか。見事な水の流れやな。めっちゃ水出たら上から出てくるのこれ。さすがに1人だけ置いて1人だけ山に行ってる。駐車場が500円パーキングだそうです。長谷寺に一番近い宿、 お手軽にお食事できます。へえ。駅まで行けた。おお、さすが立派やね。ご立派ですね。立派や。草餅、みんな先飯食うんですかね、それとも寺行ってから帰りに行くんですかね。あ、車、車、赤飯饅頭というのを買ったので食べてるの。すげえうまそうなんだよ。行きましょうか。柿の葉寿司食べたい。ニシン山菜そば。これはどっちに？あ、はーい。おすすめ2枚セット。いただきます。はい、あ、そんな高いとこ通ってんねや。ほら、泳いでるの、足の動き、これ映ってるで。一生懸命。やば、かわいい。あ、ほんとだ。長谷寺チャック。お疲れ様でした。いい感じ、結構いい感じ、ね、瓦吹きいい感じ。